リオグランデ川は、アメリカ合衆国のコロラド州から流れ出し、メキシコ湾へ注ぐ川である。スペイン語で、リオは川を意味し、リオグランデは、大きな川という意味。メキシコでは、リオブラーボ、または、リオブラーボデルノルテとも呼ぶ。アメリカ合衆国では、スペイン語名に、川を意味する、英語リバーを付けて、リオグランデリバーと呼ぶこともある。 コロラド州のサンフアン山地に源を発し、サンルイスダニを流れて、ニューメキシコ州に入る。アルバカーキ、ラスクルーセスを流れ、テキサス州のエルパソに至る。エルパソ、シウダ・フアーレスから、下流は、1845年からアメリカとメキシコの、国境となっている。南東へ流れまたモーロスの東側に、小さな三角州を形成し、メキシコ湾に注ぐ。 リオグランデ川は高い山地を源流とし、かなりの部分は標高の高い場所を流れる。エルパソの地点での標高は1147メートルある。ニューメキシコ州ではリオグランデ地区を流れ、エルパソからは東に砂漠の中を流れる。亜熱帯であるリオグランデ谷では大規模な灌漑農業が行われている。長期間雨がほとんど降らないと水は海まで到達しなくなる。 古代には、リオグランデ川の流れは、リオグランデ地方内の円弧で終わっていたが、およそ100万年前に大規模な河川争奪が、発生して以降、東に流れるようになった。支流はペコ、ス川、コンチョス川、サラド川、サンフアン川など、国境の川を挟んで向かい合う、米木双子都市と呼ばれる都市の組がいくつかある。エルパソとシウダ・フアーレス、ラレードと、 ヌエボ・ラレード、マッカレンとレイノサ、ブラウンズビルとマタモーロスなどである。1906年には蛇行するリオグランデ川の本来、アメリカが衆国の土地であったはずの川の北側の部分が、改作による稼働のショートカットによって、川の南側になってしまったので、1967年までの60年間は、メキシコ領となっていた。その忘れ去られた土地に作られた、 リオリコと呼ばれる町がアメリカ領とメキシコ領のどちらかで両国は揉めていたが1977年に協議がまとまって正式にメキシコ領の町となったメキシコからアメリカに向け川を渡る不法移民は後を絶たずしばしば川を渡りきれずに溺死する例も見られる2019年には2歳児を含む親子が死亡アメリカ民主党は 不法移民に否定的なドナルド・トランプ大統領を批判する材料としたが、大統領側は民主党が成立を阻んでいる法律さえあれば、こうした人々は来ないだろう。として一周している。リオグランデ側の水の利用は1906年のリオグランデ協定によって規定されている。これはコロラド州、ニューメキシコ州、テキサス州間の協定及び、 アメリカとメキシコとの間の条約である。ありがとうございます。